ようございます。朝5時半です。今日は地元の練習会サワレンに参加しようと思います。最近この南大阪ですごく人気を集めてる練習会なんですけど、昔からのライド仲間沢田さんが、その集まりのメインになって、そしてここ、南大阪の牛滝山という登りで毎週結構朝早く6時ぐらいにここにみんな集まって約10分ぐらいの登りを一生懸命でみんなで登るという、イベントになっています。まあ私は一回この練習会にも参加したことはありますけど、多分去年のちょっと練習に復活した時ぐらいだと思いますけど、まあその時は全然ボコボコにされてしまったので、まあ今日はもうちょっといい調子なので今日頑張りたいと思います。このコースはちょっと前の動画でヒロと一緒に、走ったことありますけど、割と平坦なルートでまあそんな長くないので、まあちょっと体重重い私は有利ではないかなと思います。今年がですね、もうコロナの関係でもうほぼほぼのレースは全部開催中止になってて、でもう正直言うと、まあ、参加するべき、やってるところ参加するべきかどうかもちょっと私もわからないので、まあその代わりに今年ちょっと地元の練習会に参加してそれを撮影しよう、していこうかなというシリーズを作ろうと思います。まあ今日は最初なんていう最紹介でサワレンというまあすごく私に近いところで撮影していきたいと思います。あとそして今日のルートの始まり、ここがこの下が集まる場所で、でもうちょっと先に進んでちょっと橋と、まあちょっと軽く上り坂になってるところありますけど、まあ、もうちょっと200メートルぐらい進んだところでそこがストラバのセグメントになっていて、はい、それではちょっと皆さんが集まるまでもうちょっと待ちます。田中さん、サワレンというのはどんな練習会ですか？もうみんな早いからね、ついていくので精一杯。どんな走り方するんですか？いつもは牛滝を2本、初めねみんなで回しながら行って最後後半は誰かが飛び出す。ああそうなんですね。何分交代ですか？いや、なんとなく、なんとなく沢田さんが一番引いてくれる。ああそうなんですか。おはようございます沢田さん。おはようございます。お願いします。ちぎれてる人おったりするから。もういいっすよ。もういいっすよ、そんな。早いやってこさんに。その交代ってどういう風にしたらいいんですか？交代する、なんか最初交代する。なんかね、あれなんか雰囲気やんな。雰囲気。ノリ。決まってるのがなんか一番最初は俺が走っていけやんか。最初コーナー続くやんか。はい。抜けたらいいかな、なんとなく、まあ、そのまま行ったりもするし、あ、この人あかんなと思ったら、あ、この人あかんなってあかんな、この人あかんなってだけやな、この人あかんな、だいたいイメージなんか1分ぐらい状況に応じて前後する。最後の方はもう僕無理ですってやったら、チラッて後ろ見られたらテストが済む。宮城あるやん。はいはいはい。最初の。最初の、まあ真ん中、このコースでいうところの真ん中。ああ。自販機あるね。あんちゃうかな。サドル落ちたところからもうちょっと行ったところ。ああ。サドル落ちたところ。サドル落ちたところ。分からないです。アルファードみたいな。ああ。アルファード、ごめん。アルファードの坂がまああったら次平坦なるじゃないですか。で。あそこら辺でもうだらけ出す、割と走ってないですか？え、絶対分かってないです。
あ、全然わからないです。なんかね、何分後ぐらいか。7分、あ、ええー、ね。そこから。まあ、まあ割といいな。ばらけ出す。ばらけ出す。うん。そんな。ばらけ出す、ね。行きやすいと思う。ちぎれないように頑張ります。知らんけど。お願いします。なんか思ってたと違う後半がめっちゃ今日最後だけですよね。最後3分ぐらい。今日は A タイム出ました。なんかもっと平等な感じで走るかなと思ってたけど、
人数を取った前半にね、ドラフトを越されたら、そんなしんどくないですか。後ろに空いてたら全然踏まなくていいですよね。楽ですね。楽。行きますか。朝ごはん返してそう。VO2 マックスですね、これは。あの途中の加速は何でした？ちょっと皆さん話してみよう。すいませんね。なんでこれ無理やったって言われた。無理だ、無理だ、無理だ。こんなの冬でやるのか、もう想像できない。毎週やってるからでしょ。やばい、まあ、真っ暗でしょ。真っ暗、真っ暗やからね、追い抜きほんま禁止やね。危ない、お疲れ様です。触れ、楽しかったですね。ちょっと思ってたとイメージが違うけど、まあまあ日本とも結構いい練習になったと思います。まずまあ思ってたの違うのは、みんなヒルクライマーといっても
まあ、パワー的に言うと結構クリテリオムに近い追い込みですね。結構 BO2 マックスとかスプリントとか普通にやってるから、まあまず1本目がそうですね、なんか前半が割と楽で、もうみんなの後ろについていって、で後半、前半と後半の強度がもう全然違う。で後半はもうほんまに生き延びるのですごく必死で、アタックについていくのもめっちゃ難しかった。ちょっと車来てる。なんかみんな加速がめっちゃ速いし、でそれについていくとまたその後めっちゃパワー落ちるから、まあそれについていくのがちょっと難しかった。でまあ1本目でまあいけると思って、まあ結構ダッシュで加速したんですけど、まあやっぱりその後めっちゃパワー下がったから、もうまあまあ垂れて、最後まで、そのパワーを維持できることはできなかったので、2本目の方がもうちょっとマシやったかな。まあ前半はまあ結構楽で、まあ、ずっと後ろついてたんですけど、だいたいまあ半分ぐらいのところで、まあ今日のグループの2人がめっちゃスプリントで加速してちょっと離れちゃったんですけど、まあそこでもう力を全て消耗してしまったら、もう多分その後はないと思ったので、まあそのまま自分のペースで走って、でまあ結局やっとこのあの2人に追いついて、でなんとか最後もまあだいたい同じぐらいのタイミングでフィニッシュできたので、まあ2本目の方が良かったかなと思います。まあまあいつもの走り方とちょっと違うので、まあ自分のトレーニングにまあちょっと、まあ、なんという多様性バリエーションを、入れるという面から見るとまあいい機会かなと思います。また誘ってくれたら参加しようかなと思います。はい、では今日の、練習会サマレン以上です。楽しかったです。ありがとうございます。